さんお待ちかね、まさかの続編第2回美食伝食べ歩きツアーの始まりですよ。やばいですね、私もうテンション上がりっぱなしです。ああ、今回はどんな美味珍味が味わえるんでしょう、楽しみですね。あ、よだれが垂れちゃった。とりあえずあんたはその口から溢れてるよだれをどうにかしなさい。いやー、美味しいものを想像するとなかなか止まらなくて、特に山頂にあるという激レア食材を思い浮かべるだけで。ペコリーヌ様、こちらのちり紙をお使いください。ありがとうございます、コッコルちゃん。あんたたちバカなの？なんで同じ過ちを繰り返すの？前回ひどい目にあったのに反省してないの？前回は死ぬかと思いました。ペテさんは食べられないので嫌いです。というわけで皆さん、ここでご飯にしませんか？でもご飯って言っても食べるものがって、もう嫌な予感しかしないんだけど。ふっふっふん、お察しの通りですよ、ケルちゃん。私たちはこの山に幻のレア食材を取りに来たんです。ちょっと待っていてください。いやいや、幻のレア食材がそんな簡単に取れるわけないでしょ。って言っちゃった。もうちゃんと帰ってきなさいよ。キャル様、ペコリーヌ様はきっと美味しい料理を振る舞って差し上げたいのですよ。お待たせしました、バッチリ取れましたよ。早っ、よくこの短時間で取る。うわぁ、いつものことだけど、どんな味がするのか想像もつかないわ。僕と契約して魔法少女になってほしいんだ。喋る猫ちゃんなんですかね。喋れる猫の話は聞いたことがありません。おそらく精霊や妖精の一種ではないかと。僕は君たちの願い事を何でも一つ叶えてあげる。何だって構わない、どんな奇跡だって起こしてあげられるよ。でもそれと引き換えに出来上がるのがソウルジェム。この石を手にした者は魔女と戦う使命を課されるんだ。ちょっと、あんなの見つけちゃってどうすんのよ。そうですね、とても元気な方でいらっしゃいますが、私たちの話を聞いてくださるかどうか。話しかける気？私絶対に嫌なんだけど。あれ、ペコリーヌは？ペコリーヌ様でしたら。あ、おいっす、はじめまして、ちょっとお話いいですか？別に構わないよ、僕には隠すことなんて何一つないからね。聞きたいことがあれば何でも教えてあげるよ。何を教えてほしいんだい？ふむふむ、なるほど、理にかなってますね。ちょっと待ちなさいよ、何なのそのデタラメな話。確かに雲をつかむようなお話でございますね。本当にそのようなことがありえるのでしょうか？ですけど、キャルちゃん、コクロちゃん、私たちってこれまでたくさんの不思議なことに出会ってきたじゃないですか。本当に存在してるのかもしれませんよ。頭柔らかすぎるわよ、あんた。まあ仮によ、今の話を信じるなら。ふふ、6万長者になれちゃうなんて、もうバイトなんか言ってる場合じゃないわ。君は僕と契約して魔法少女になってくれるのかい？どうするかな。私、主様へお仕えする使命がございます。残念ですが、あなた様のために犠牲になることはできません。その通り、コッコロちゃんがいいことを言いました。額縁に入れて飾っておきたい名言ですね。えらい。仕方ないわね、毒を食らわば皿までよね。そうか、わかったよ。というわけで皆さん、こ
ここでご飯にしませんか？お腹が空いちゃいました。あんたってやつは。それはもう、美味しいご飯が待ちきれませんから。さあさあ、早速料理しちゃいましょう。この魔物をグツグツ煮込んでトロットロにすると、旨味成分がカレーに染みて最高の味になるんですよ。どういう意味だい？君は何を？あ、まさか君たちの願いは。ああ、動かないでください。そんなことを願う少女が現れるなんて思わなかったよ。おや、抵抗するんですね、生意気。魔物の姿が見当たりません。どうやら逃げられてしまったようでございますね。くにゃくにゃした体のせいで捕まえられませんでしたね。嘘でしょ。嫌よ、絶対に嫌。私食べたくない。そもそもあれが美味しいなんて保証どこにもないじゃない。あんな見てくれなのよ、絶対まずいってば。美味しいですよ。お腹が空いてるので何でも美味しいんですけど。あんたはいつでもどこでも何でも美味しいでしょ。